都圏内で多発している金箔強盗の手口が判明する。これを見かけたら気をつけて。ガネットで話題。内容はこちら。首都圏内で多発している金箔強盗の手口が判明したようです。では内容を見てみましょう。マドレーヌ。都内や千葉、神奈川で金箔強盗多発してるけど、千葉の事件の数日前から作業着姿の男が水道工事をやるから無料で点検しますとか言っていろんな家に入ろうとしたりしてたって報道してて、少し前にご近所さんから同じような話聞いてたからゾッとした。具体的に言うと、作業着姿の若い男2人組が訪ねてきて、夕方5時から工事でその家の前の道路を掘るから、その前に家の中の水道設備の無料点検するとかなんとか、当然断ったって。その作業員の人たちは2人ともひょろっとした若い男で、1人は金髪、もう1人はなんと青い髪だったと。水道局もしくは委託された業者の作業員でそんな人いなくね？バンドマンかよわら。しかも2人組なら1人は若者でも、もう1人は年配者、若手とベテラン的なのイメージない？2人とも派手髪の若者とかある？しかも数時間後に家の前の工事やるからとかいきなり訪ねてくるとかもありえないし、結局道路工事なんてやらなかったんだって。絶対闇バイトの下見だよね。警察に通報するのを勧めた。これ都内近郊で同じような人いたらリプください。あと注意喚起のために、地域割れる覚悟、前から新宿区とは言ってるけどでしたポストなので拡散してもらって大丈夫です。株式会社豊か工業。東京都で水道工事をしています。私たちが家屋内に入って無料点検などは絶対にしないです。工事のお知らせも必ず数日前に行います。不審に思われるときは水道局に確認してください。工事業者がお知らせに回るときは水道局に報告してあるので確認が取れます。屋内に入ることは絶対にありません。警察を呼んでください。ひなみざわくるみ。これ渋谷区で遭遇して、直近で使う入院費としてしまっていた数百万と貴金属を取られましたわ。実際に存在する企業名を名乗り、下水点検として家に上がられ、作業中は匂いがするからと今に追いやって家中を物色。最中に不審に思って扉を開けたら命も危うかったのではないかと。あるわ。関東じゃないけど似たようなの。電線の工事で断線の恐れがある。同意書が必要だから旦那さんが帰ってくるまで待たせて。もし同意書書かなかったら保証の対象外になるっていうクソキモ作業員来たことある。ねえよ、そんな工事。わけのわからん日本語で粘りやがって。あと旦那様はずっと家にいたわ。はい。友達が千葉県船橋市近郊に住んでるけど似たような話聞いてる。別の不審者は外国人で、住むための土地を探してるとか言って住んでる家を売るように要請してくるらしい。花房信行。ちょっと注意喚起です。昨日実家の母から電話があり、昼間に黒い軽トラックが自宅前の市道に入ってきて、乗っていた黒い服の男性が窓を開けてスマホで周囲の様子を撮影して立ち去ったとのこと。黒い軽トラってあんまりないので目についたらしいんですが、ものすごく不審なので近所の人とも情報共有したそうです。ただそれだけでは良くないので、夜だったのですが詳細を警察に電話した方がいいと伝え、早速電話したところ、そういう場合は遠慮せずすぐに通報してください、そうすれば急行できるのでお願いしますと言われたそうな。黒の軽トラなんて夜目立たないためとしか思えないし、昼間にその場所に住んでる人ぐらいしか立ち入らない市道に入ってきて撮影って犯罪の下見としか思えません。先日から首都圏で強盗事件が多発しているし、とにかく気持ち悪いので現在様々な防犯グッズを買って実家に送っているところ、屋外用のネットワークカメラも設置しようかと。当然実家の場所は明かせませんが、とりあえず東京多摩地区です。皆さんも何か不審なことがあったら躊躇しないで警察に通報するのがいいと思います。皆さん情報共有ありがとうございます。本当に嫌な感じなので今後も十分に防犯を強化しようと思います。一つお願いが、悪
くまで不審な行為をしていた人が乗っていたのが黒の軽トラだったということで、黒軽トラが犯罪者とかそういうことでは決してありません。これは不安になってしまった私の書き方にも問題があったと思うのでお詫びします。防犯意識は高く持っていないといけませんが、過剰に人を疑うのも問題だと思うので、その点はご理解いただけたらと思います。まずはできることということで、歩くと音がする防犯用の砂利を敷いたり、センサーライトをつけたりしています。首都圏の強盗事件、早く指示役が捕まってほしいですね。小宮山武、屋根変えたばっかなのに屋根ずれてるって、うちの屋根に似たずれてる屋根の写真見せてきたやつ。水道局ですが、水道工事やりますってついでに排水口を見てあげるって家に上がり込もうとするやつ。給湯器の点検って家に上がろうとするやつ。ダメだぞ、全部詐欺。皆さん、事前通知なしで訪れる業者を装う人物には十分気をつけてください。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。関東近郊めちゃくちゃ物騒になってるな。捕まるのは末端のゴミのような連中で、指示役まではなかなかたどり着けないからな。闇バイトというか強盗事件が全国で多発してるから、警戒に警戒を重ねて対応しないとですね。拡散しますね。えぐすぎる。みんな見てほしい。そもそも闇バイトって言い出したやつ誰だよ。強盗致傷犯、強盗殺人犯って言え。いじめ、万引きと同じで、マスメディアは表現をマイルドにしすぎ。マスコミは、闇バイトという表現ではなく、緊縛強盗との表現に統一すべきです。次はこちら。まさに実家のある横浜で、水道管の点検で若い二人組が飛び込み営業に来てたそうです。この辺りの水道管が腐敗してて漏れてるらしく、無料で点検しますって手口のようです。無料点検って、後で高額な料金請求するイメージだったけど、闇バイトの下見ってこともあるのか、怖い。偽装訪問は偵察だろうね。気をつけて。明日は我が身。巧妙になってきたね。家に入りたがる業者は、総じて悪徳か偵察と思えばいい。知らない奴を見たら強盗と思えの精神って大事。偽装訪問には十分気をつけなければなりません。次はこちら。屋根の瓦がめくれているとかずれているとか、名刺くださいと言ったら今は持っていないという、持ってきてくださいと言うとそのまま来なくなる。2回ほど来ました。工事を装ってくる人いるから注意ね。普通はいきなり来ないから。この手の訪問はインターフォン越しで対応しかしてない。何か用ですかって聞くと説明が始まるという。名刺でもポストに入れておいてくださいって言うと名刺入ってないから詐欺なんだろうなって思ってる。名刺を求める行為は効果てきめんのようですね。最後はこちら。埼玉西部地区ですが、エコキュートの掃除を無料でやりますと金髪の黒のスウェットできました。話を聞いていくうちに家族構成とか言い出したので即インターフォン切りました。外壁塗装の無料モニターも聞きました。かなりありそうですね。こういうの本物の業者さんも困るんじゃ。何も信じられない。高齢者の家は狙われそうで不安。防犯カメラつけなきゃ。詐欺も強盗も増えて怖い世の中ですね。嫌な世の中になったよね。日本の治安が悪化しすぎて信じられないほど物騒な世の中になりました。悲しい現実です。結論、首都圏内で多発している緊縛強盗、その多くが高齢者宅を狙った犯行で、実際に殺害された被害者もいます。そんな緊縛強盗の手口が多くの人々の証言により判明。強盗犯は強盗に入る前に水道工事や電気工事、屋根瓦の交換やエコキュートの掃除などの業者を装い下見をするようです。しかしネットの声を鑑みると、すでに多くの人々の家にそのような怪しい業者が訪問していることがわかります。
それだけ多くの極悪人が強盗に入りやすそうな家を物色しているということなのでしょう。本当に恐ろしすぎますよ。とにかく警察は組織的犯罪の全容解明を行い、マスコミは闇バイトという表現をやめ、金箔強盗との表現に統一し、問題追及を引き続き行うようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。